原出合戦は、A612 年8月に、山中高生ら率いる天子最高軍と、それを殲滅しようとする毛利軍との間に起こった、戦いである。戦いの場所が、原出軍で行われたことから、原出合戦と呼ばれる。A612 年、天子最高を目指す天子勝久る天子最高軍は、沖から出雲へと上陸し、出雲ただし山に本陣を設営した。 その後、破竹の勢いで、出雲の諸城を攻略し、ほぼ、出雲一国を手中に収めんとするまでに勢力を拡大した。しかし、出雲の拠点であるガス山と打城の攻略に手間取ったこともあり、岩見銀山を守備していた、服部佐兵衛ら毛利軍が、田助けエ門を対象に、天子最高軍を討伐するため進軍する。田助けエ門らは、 約3000の兵を引き出雲徳らから原出軍を目指した。これを迎え撃つため山中高生ら天子最高軍は約2700の兵を引き原出軍へ進軍した。毛利軍は第一陣に服部佐兵らの軍を第二陣に出羽元助らの軍を第三陣にオ田助衛門らの軍を布陣した。対する天子軍は第一陣に山中高生、 立原久津奈良の軍を第二陣に置きため清らの軍を布陣した。戦いは当初から天子軍が圧倒し、毛利軍の第一陣、第二陣は大崩れとなった。第三陣にいた小田助右衛門が奮戦するも当初傍観していた米原綱広らの軍が加勢したため、毛利軍は総崩れとなり敗北した。小田助右衛門は王道構想に打ち取られ、 毛利軍は残った手勢三百となって赤名へ落ち延びていった。この戦いで天子最高軍の威勢はさらに高まった。しかし、この合戦で天子最高軍に味方した大きいため清が後に三穂の席で反旗を翻すこととなる。ため清が謀反を起こした理由は定かではないが、一説にはこの戦いで弟の大きき読みの恩賞が自分より勝っていたことを 不平に持ち、ガスさんとダジ主の天野隆重と協力して、三保の席で反乱を起こしたとされる。ありがとうございます。